皆様こんにちは、お元気にカラオケも楽しんでいらっしゃいますか。まあカラオケダンス定番になりましたけどもね、これは私がカラオケを歌ってるわけではないんです。でもね、この恋は赤いバラは私の一番得意な歌でもありますことよ。これはですね、まあ普通はカラオケで歌ったりしますとですね、この社交ダンスなさる方がいらっしゃいますと、チャチャチャで踊ったりするのが普通ですけれども、ちょっとだけチャチャチャには早いかと思いますので、今回はのんびりマンボに合わせてみました。簡単なステップですが楽しいですから、ご覧ください。チャンネル登録もよろしくね。はい、今回はですね、もう単純明快なマンボの簡単なステップなので、ほとんど説明することはありませんが、簡単に見ていきますね。サルサとかマンボは兄弟ですから、ベーシックステップですね。普通に、クイック、クイック、スロー。クイック、クイック、スローですね。このスローは別に揃えても揃えなくてもいいです。そしてニューヨークですね。もうチャチャとかルンバのステップの、借り物みたいなもんですからね。原点ですね。はい、ニューヨークを4回します。これ簡単で楽しいですもんね。まあ一応6歩のね、クイックスロー、クイックイックスローの6歩の繰り返しですから、6歩をセットにしてしますね。はい、これも、ベーシックに戻りました。合わせやすくていいですね。先ほども前書きと言いますか、前の方で言いましたけどもね。チャチャ踊るにはちょっと早いんですよね。はい。今、ハーフターンしました。男女、ずれてね、半拍ずつずれて、一小節ずつずれていきますからね。半拍じゃない。ね。ですから、男性が回ってから女性が回る。はい、男性回りました。その後、女性が同じ状況になるので、回るといいんですが、陽子先生回ってくんないですね。別にベーシックの前半になる、後半になるわけですから、回らなくても、別に乱れることなく過ぎ行きますね、時間は。はい、また、私が回りました。はい、陽子先生、今度は回りましたね。これは、フルターンですね。ハーフターンのように前半で180度回って、後半でも、じゃなくて、クイックイックで回って、いい加減ですいません。クイックイックで回って、そしてすぐスローで、さらに180度回りますね。はい、これは、ルンバチャチャで言えば、ハンドツーハンドでございますけれども、クンビアとか言ったりしますね、サルサでは。クンビア。そして最後、アンダーアームターンでね。そして今度は両手を持って、ベーシックステップね、マンボベーシック。いいですね。簡単でいいですね。すぐ社交ダンサーの方はですね、難しいステップをね、まあ、されようとしますけれども、こういう単純明快なね、パターンで、いろんな人と踊るっていうのはとっても楽しいですね。コミュニケーションですから、軽くお茶を飲んで喫茶店で話すようなものですわね。はい、ベーシックとね、もう、本当はプレイスチェンジとかね、いろいろ私もやっておりますが、yeah。
はい、楽しい時間はあっという間に過ぎます。ご視聴誠にありがとうございました。このようにですね、マンボで踊るとちょっと遅いかなという感じがしますが、チャチャチャで踊るとちょっと早いのではないかというね、微妙なところでございますが、まあ、特定のパートナーとかね、よく、いつも踊っていらっしゃる方とでしたら、チャチャチャがいいのではないかと思いますので、またチャチャチャも踊ってね、アップしたいと思います。では、チャンネル登録も10万人目指しておりますので、よろしくお願い申し上げます。ごきげんよう、さようなら。